さあ、ちょっと今ね、緊急で動画回します。あんまり言うことないからね、言うとこうと思って。ニコン Z50 でね、バージョンが 2.5 っていうファームウェアが出まして、なんと私ね、まあ、この1228ってパワーズームのレンズね、買ったんですけど、その時に動画で言うたみたいに、Z50 も対応するんちゃうかっていう話だったんですね。実際されましてね、もう結構早かったですね。で、ちょっと SD カードに入れてみましたので、これをこのままちょっとバージョンアップしてみましょうか。で、私これね、録画してんのは、パソコンでね、録画してますので、このまま行きますので大丈夫ですので、で、メニューからですね、ファームウェアバージョン行きます。あ、来たね。バージョンアップ。今 2.4 になってますね。バージョンアップします。Go。します。はい、OK です。お願いします。いや、これでだから、あれですよ。ZFC と Z30 しかできなかった、パワーズームに対応することなんで、もちろん、レンズをね、触っても使えるんですけど、まあ、ボディ側で使えるみたいですね。で、読んでないんですけど、どこ触ったら、そのパワーズームになるのかですね。さあ、今入れましてね、メニューからですね、ここね、操作のところのパワーズーム、これが写真ですね。で、下ずっと行くと、パワーズーム、これ動画の方のパワーズームあるので、これをオンにします。今もオンにしてますけど、オンにした状態で、あと速度を決めて、で、速度もね、動画記録待機中0。まあ、撮る前とかですね、待機中の状態と、記録中もどうするかでスピードを決めれるみたいですね。で、こんな感じになりまして、で、まあ今、これまあ撮ってないんですけど、まあ待機中の状態でもね、動きますので、レンズここね、レンズここで、レンズを触ってズームするとこういう感じ。まあ、これもかなりスムースですけど、やっぱさらにね、この Z50 ちょっとね、タッチパネルが触りにくいけど、ズームをすると、こんな感じ。めっちゃ滑らかいね。そらそうやわね。何も触ってないから。こういう感じですね。これでプラマイゼロですね。うん。だから、早く動かしたい人はもっと早く動かしてもいいし、そんな早く動かしたくない人は、まあでもこれ結構十分やと思いますね。ちょっと早いぐらいですね、これでもね。もっとゆっくりでもいいけど、本当にタッチでね、背面で触れますからね。まあ動画で、なんか制作する人はこれいいんかな。ちょっと髪の毛ネグゼしてますけど。まあこんな感じになってます。すごくなんか良さそうですね。まあ実際こうやってね、物撮りとかしながら、例えばこうズームするとかできるんですね。うん、いいですね。めちゃめちゃいいですね。まあ私まだ動画のなんか作品とか別に作るわけじゃないからいいですけど、まあ、Vlog とかでもこうやって寄れるからいいですよね。もうちょっとだから素早くしたら、なんかこうやってレンズを触ってこうやってぐちゃぐちゃしてね、ガタガタするよりは、こうそーっと触りながらそーっとズームできるっていうのがいいから、あ、そういう意味でいいかもしれない。だからもうちょっと早くして、例えばですけど、さっきの操作の部分を、記録中じゃないね。まあ私これ今記録中じゃないから、待機中の、例えば、これを5、まあ、例えば5にしましょうかね。どんな感じなのか。こんな感じにしたら、ちょっと早すぎる。あ、面白いね。ちょっと、3ぐらいかな。3ぐらいがいいかもしれんね。ちょっと何もなんでも早すぎるから、パワーズームのね、速度で、これを3にして、はい、これでいきましょうか。これで、あ、こんな感じかな。ちょっともう、パッと見て、さっと寄って、なんか、撮ってですね、物撮りしたりして、ご飯とか撮って、どれほどかわからへんけど、こんな感じでいいかもしれないですね。いや、なんかすごいいいね。あ、なんかレンズ触ってブレなく撮れるのがすごいありがたい。やっぱレンズ触るとこうやってね、こう、ガク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 するんで、で、ブレがついてますけど、こう、そーっと。あ、いいですね、いいですね。あ、そーっとね。あ、なるほど。これは、意外と使えるかもしれんね。よかった。Z50 にもついてよかった。いい感じ。ようやくちょっとね、のけものされてました Z50 もね、今回のファームアップで、ZFC と Z30 で並びましたので、まあ気兼ねなく使えますね。なんかちょっとね、Z50 だけ置いてけぼりなんていう感じがしてましたので、まあそのあたり、まあ持ってる人はね、よかったなって思ってる。まあ使わないにしてもね、あのに越したことないし、まあもしかしたら使えるかもしれないので、まあその辺またね、使ってみてレビューしたいなと思います。そんな感じで今日はね、この辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。バイバイ。